はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸5をお送りします。で、この1ベクトルと図形っていうタイトルはね、ここで終了です。で、最後はまたね、問題集2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、早速ね、1番解いていくんですけど、もしだよ、時間が許すようだったら、下の動画概要欄のね、リンクも貼ってるんですけど、平面ベクトル、1個前の章の、1ベクトル丸3っていう動画をちょっとチェックしてほしい。で、なぜかっていうと、そこで学んだやり方をもろに使います。で、それのちょっと応用系なの、ここの使い方がね。だから、もしそっちを確認してもらって、あ、オッケーオッケー、このやり方覚えてるよって、できるよってなってから見てもらった方が吸収しやすいかなとは思います。まあ、もしね、お時間許せばお願いします。ではね、行きましょうだね。で、また四面体 OABC で点 P があって、まあ、これが成り立つと。で、その時に点 P がどんな位置にあるのかを答えようっていう問題。で、これがもろにね、その平面ベクトルの時と同じタイプなんですが、やり方も同じです。とにかく全部 O に合わせる視点を、左側のアルファベットを全部 O にすると。だから、最初はね、7OP になってるんで OK なんだけど、次が2括弧、これ視点を O に合わせるとき、後ろ引く前がルールなので、 OP ベクトル引く OA ベクトル引くね。で、プラス次4、これも O に合わせると後ろ引く前だから、 OP 引く OB で、ラストプラス5の OP ベクトル引く OC ベクトルでイコール0ベクトルと。で、もう全部分配してこの辺を。で、OP ベクトルをまとめると、いくつだ ?18 か。18OP ベクトルになります。で、それを、あと残りをね、マイナス 2OA、マイナス 4OB、プラス 5OC は全部右辺に持っていきます。で、18で割る。18OP だから。なんで書かないかっていうと、場所足んなくなるんで、ちょっと今暗算でしちゃいますけど。だから結局、18OP だったのが、18で割るので、18分のになります。だけど、まあ、書き方としてね、ここは18分の1、括弧にした方がいいですね。で、中に入るのが、連れてきた 2OA と、プラス 4OB。もともとマイナスなんだけどね、移行した時に符号変わるので、5OC ベクトルと今、こうなっていく。で、この後、その平面ベクトルの時にやったような技を使っていくんだけど、ここセットでやっても、ここセットやってもどっちでもいいんですが、まあ、いろんな問題集が後ろからやることが多いのと、個人的に自分は後ろからやる癖がちょっとついてるので、ここセットでいきます。まず4と5。で、ここを何するかっていうと、無理やり変形をします。で、どう変形するか。これ、4と5足すと9でしょ。だから、9分の、これメモね。メモ書きね。4OB プラス、5OC かける9って考えると、これどうせ9と9で約分するから消えて元々に戻るでしょ。だからこの部分を無理やりこう変形するんです、イメージとしては。で、なんでこうするかっていうと、今ここ9隠しますね。これ何表してるかっていうと、BC を5対4に内分する点なんです、これ。BC を5対4に内分する点。ちょっと確認してみましょうか。BC を5対4に内分。内分だから9だよね、足して。9分の×掛けなんで、4B たす 5C でしょ。9分の 4B たす 5C になってるんで、これ、その通りになってるね。っていう風に無理やり持っていく。で、この問題は基本的に記述でね、途中式書かされることが多いので、ここで、今 BC の話してるからね。線分 BC を5対4に内分する点を D とします。新しい文字使ってください。
こう D とするとって自分ちゃんと置いてあげる。そうするとここの部分が OP ベクトルイコール18分の1、こっち変わんないね、 2OA だけど、ここがこれが D を表してるから OD ベクトルって考えて OK です。今ここね、でそれに Q がくっつくのでプラス QOD ベクトルと変形することができます。で前の時はこの1回これをやれば OK だったんですけど、これもう1回やるんです。ここでつまりこっちね、ここ使うで同じように考えます。2と9がくっついてるんで11分の2するで上に乗っけてあげる。 2OA プラス 9OD で11を消すためにもう一回11をかけてあげるイメージ、これが変形です。で結局これは AD を9対2に内分する点です。これも確認しましょう。一応ね AD を9対2に内分足すから11分の罰掛け 2A 足す 9D なってるね。11分の 2A 足す 9D ですの内分する点を表しているので、これも書きます。もう一丁ね、線分 AD を9対2に内分する点を次 E にしようか。 E とすると、そうするとここが 11OE になります。あの OE に11くっつくからね、 11OE になるから、これは右に書こうかな。あ、ちょっと焦点戻そうか、字が見にくいね。よいしょ、ちょっと待ってね。じゃあ右側に書いてすると、でちょっとここ消そうね、まだ2番が残ってること思い出してれば。よいしょ、はい、失礼しました。すると OP ベクトルイコール18分のがあって、それに11もくっつくから18分の 11OE ベクトルとこうなります。つまりこれ何を表してるかっていうと、前の動画、1個前のね動画でやった風に考えると、 OP、P はOE を18個に分けたうちの11個分なのね。だから俺がよく考えるのは O と E がありますと。で途中に、ちょっと場所変わるかもだけど、 P がここにあるとします。そしたら OP は OE を18個に分けたうちの OP は11個分なんですっていうイメージ。だから書くとしたら OE を11対、ここ7だね、18から11引けばね、11対7に内分する点が P でしょ。点が場所なんて、どこの位置にある OE を11対7に内分する点が P ですよって書きたい。でもそのためには OE まで持ってくるためには D と E を自分で置いてしまったので、そこも全部書きます。これがねめんどくせんだ。そうなので、ちょっと下しゃがるか、しゃがむか、これ全部入るかな。じゃあいきますよ、答えね。ちょっとちっちゃくなると思うけど、点 P はまず BC、 こっちがね、まあ答えだけ書かされるパターンだったらね、ここをしっかり書ければいいんですけど、線分 BC を5対4に、あと穴埋めとかも多いね、ここの日とかをね内分する点をD で、次が E だから AD でね、右寄りちょっとね詰めるか、線分 AD だねを9対2に内分する点を E でとすると、線分、最後ね、こう OE の話だから、線分 OE を11対7だね、11対7に、待ってごめんなさい、下入る、最後、あ、いける、7に
内分する点と。はい、長い。あっとっとっと、待ってね。ちょっと待って。これが答えになります。ちょっと切れたと思うけど、まあ許して。っていう感じです。あ、もちろんね、AB を先にやって、で、AB から出てきたのを D って置いて、DC、まあ CD って書いた方がいいと思うけど、CD をいくつに内分する。そこ数字変わりますけど、そうやって書いてももちろん OK です。そう。だからね、こう全部書かされるパターンと、穴埋めの時もあるけどね、穴埋めだったら答え絶対一致するんで、先生丸付けしやすいんでね、そっちに持っていく先生もいますが、まあこんな感じで、2回ね、置き換えを使うタイプで解いてみてください。で、めっちゃやりきった感があるんですけど、あと2番行きましょう。で、もともと四面体なんで、その OABC と、今出した P を使った PABC の体積を V1、V2 とするとき、その体積比ですね、V1 対 V2 を求めようという問題。で、これはですね、図を書いて勝負すれば、これがちゃんとできてれば解けます。大丈夫です。で、まあ図を書いていくと、まあ四面体だから、ちょっと待ってね。A でしょ。B、C。で、ちょっと低かった。これ O ですね。で、結局、内分する点をちゃんと一応書こうかな。はい。で、BC を5対4に内分する点なんで、まあ、この辺か。ちょっと比は書きないです。書かないですね。D。で、次が、E が、俺なんか書くのと間違ったか。ああ、間違った。ごめん。超ボケだね。ここじゃねえや、答え。失礼しました。ここじゃなくって、ここだね。よいしょ、ちょっと待って。よいしょ、失礼しました。間違っちゃった。ここだね。なんで、AD を球体に内分する点。AD。を9対2だから、まあ、この辺にしとこうか。がいいっすね。で、線分 OE を11対7に内分する点が P だと。だから、まあ、こうやってって、11対7はこの辺にしようか。が P。で、元々の体積、まあ、OABC はいいんですけど、PABC っていうのは、まあ、この P から、こう引いたとこ。でも、底面積同じなんだよね。ABC が底面積共通って考えれば、あと高さで勝負すればいい。高さが何対何なのかが分かってしまえば、それがその体積比になります。高さが、底面積固定されてるからね。で、それを考えていくには、やっぱ高さを使うので、この O から垂直に下ろしたこの線と P からこう垂直に下ろしたこの線で考えていきます。いいかな？で、その部分をちょっと前に出してくる。出してくると、黒にするか。で、ここが O で、ここに E か。E、ここね。E があって、途中に P があるんだよね。こう。で、垂直に両方下ろしてきてるから、もちろんここは、平行になってる。ちょっと下にアルファベット打ってないですけど。で、大事なことは、さっき、OP、OE を11対7に内分するって分かったので、まあ、ここにも書きましたけど、ここが11対7なんだよね。11対7。で、ここが平行になってるので、この三角形、ちょっと英語言えないけどね、ちっちゃい三角形とでっかい三角形が相似になってる。まあ、中3でやったやつですわ、相似。ってことは、ここ対ここもすぐ分かるんだよね。人して、掃除になってるから。で、やっちゃいけないのは、7対11にするパターン。これ7対11じゃないからね。これは、こっちの三角形対こっちの三角形。つまり、ここ対ここだからね、三角形は。つまり、だからここは、7対18だから。三角形のこう掃除比とか、まあ、辺の比はね。なので、高さが7対18って分かったから、体積比もそのまま7対18になります。
まあ、体積じゃ体積、まあ、そのまま比だね、この場合は。体積比って言うけどまずいか。つまり V1 対 V2 は、V1 がでかい方か。だから18対7と。まあ、図で勝負して終わりですね、この場合は。っていう感じになります。おっととした。で、たまにですね、こう、体積比って参上するってイメージがあるんですよ。イメージがあるので、いえ、これ参上しなくていいんですかなんて言われることもあるんですけど、今ずっと言ってる、これ、底面積が固定されてるのね。あの参上するのは、二つの立体があって、全部が3と、そのなんだ、比になってる時。下の辺の長さとかも全部。ではなくて、今、底面積固定してて、高さだけの話なので、それは2乗とか3乗はしません、これは。そのまま、高さの、長さの比が体積の比として出すことができますので、これで OK となります。いいかな？じゃあ、今回は、高校数学数 B の1ベクトルと図形丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から座標空間における図形ってことで、また内分点、外分点出てくるんですが、まあ座標を使った話なので、でも使う公式ね、同じなんだよ、基本的に。同じなんですが、またね、一応教科書に載ってますので、そっちをやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。